どんぐりFM。なんか、なるみさんが、すごいことが起きたと僕聞きましたけど。そうなんですよ。僕普段あんま、帰りも遅いし、レコーダーの使い方わかんないんで、テレビあんま見てないんですけど。レコーダーって言いました今。レコーダー、録音、録画するやつ？ハードディスクレコーダーとか。レコーダーってあるんですか？そういうもの。なんか、家にいないときに、テレビを録画するマシンあるじゃないですか。へえ。もうそれすらビデオデッキみたいなやつ。ビデオデッキみたいなやつ。はいはい。とかもね使えないですけどね。はい。だから全然テレビ見てないですけど、これテレビ出演の依頼来たんですよね。ほう、テレビ出演。テレビ出演？アウトデラックスって番組知ってます？マツコデラックス。そうっすね。本当に？いやそう、マツコデラックスさんが司会の番組で、すげえやばいアウトな、アウトとされるような趣味を持つ一般人をゲストに呼んで、そのヤバい趣味について語り合うっていう、そのヤバい趣味について語り合うアウトデラックス、うん、っていうテレビ番組からのゲストに出てくれませんかみたいな、来たんですか、依頼が来て広告とかじゃなく普通に来たんですか。そうですね。どういうヤバい依頼文がめちゃメールで来たんですけど、めちゃめちゃ面白くて、はい、大変失礼な、うん、大変失礼なお願いで恐縮なんですけど、うん、なるみさんに人がうんこを漏らす話を聞くのが好きな男として出ていただけないでしょうかっていう、もうすごい腰の低いメールが来て、はい、まあだって人のことをうんこ漏らすのが好きな男として出てもらえませんかっていうのはなかなかね、依頼としては大変な依頼だと思うんですけどね、うん、そんなメール来て、ちょっと面白そうだから、あ、ぜひぜひじゃあ打ち合わせの場に行きますって言って、まあ、向こう来てくれたんですよ、近くまで。それでそちらのあちらのスタッフさんが3人ぐらいいらっしゃって、でカフェで待ち合わせて話したんですけど、テレビの番組ってすごいなと思って、僕のことを完璧に調べられてるんですよね、多分 AD さんとかが。ほう。なので資料があるんですよ。はい。え、鳴宮剛の鳴宮剛リサーチっていう、この A4 の紙、見たい、3枚の渡る、本当だ、僕の過去ブログとか、このポッドキャストで、はい、うんこにまつわる発言したのが全部ここに書き出されてるんですよ。これ AD さん、このもしかしたら、だからポッドキャスト全部聞いてますね。へぇ。例えば、はい、まあ、僕のプロフィール、はい、1980年まで、はい、身長も書いてあるし、うん、何年に大学どこを卒業したのも書いてあるし、はい、ダイエットのまとめが大ヒットとか。へえ。全部だってそんなね、なるみさん、私の経歴こちらみたいな感じでまとめてないですもんね。まとめないですからね。だから断片断片断片を拾ってきて、すげえまとまってるし、あと、うんこに関しては、どんぐりFMで前、うちの会社のトイレが使えないのでうんこ漏らした話っていうブログを取り上げて、これはいいうんこエピソードだと評価しているみたいな、書いてあるんですよ、これ。へえ。あと、うんこを漏らしたブログのためなので1000円課金すると発言しているっていうのも書いてある。で、それに対してハーチューさんが実際うんこの話を書いて、僕が1000円払ったことまで、このリサーチに載ってるんですよ。めちゃめちゃすごくないですか？すごいけど、途中で今聞いてて思ったんですけど、やべえやつですね。やばいやつですよ、ね。確かに俺はアウトなやつだなと思って。うんこの話に金出すよって言ってるやつが、やばいやつ。あと僕の一日の過ごし方っていうのもなんか書かれてるんですよ、はい、8時に起床して10時から21時まで仕事って書いてあります、はい、ここに。で、最もダメな日は居酒屋で飲んで、はい、さらにコンビニ前で缶のハイボール飲むとかね、はい、完璧なことが書いてあるんですよ。それあれですね、ダイエットのところからに書いてあったのを抜き出してますよね。そうですね、うん、あと僕のダイエットを何回やってきたかみたいなことも書いてあって、はい、ものすごいすごい今僕の目の前に鳴海敦義制作リサーチっていう、こうやってすごい手間をかけて、はい、一般人の中から面白いというかやばい人を探そうとしてるんですね。そうか、じゃあ例えばですけど、こういう夏目和樹制作リサーチとか、うん、ハーチュー制作リサーチ、旅客地制作リサーチみたいなタスクさんあった中で、うん、偉い人が多分そうですね、ミートゥーがなんかでよしこいつに行こうみたいになるんじゃないですか。ほんとやばいねみたいになって、へえ。
うんこを漏らした話を聞きたい男、なるみやつですって僕そのリサーチにちょっと驚きましたね。はい、私は見知らぬ人のうんこの話を聞くのが病的に好きだった。うんこを漏らすエピソードにはどんな自分語りよりも切実感がある。そんな極上の打ち明け話を聞ける機会があれば私はどこへでも行きたいと思いますと語っている。やべえやつそれはバズフィードの記事で書いたんですけど、それも差が抜け出してきてるし、はあ、すごい本当だ。数々の今までこういうのまとめてましたよとか、うん、こういう風に思ってますとか。だからテレビ局っていうのは本当に手間をかけ暇かけてね番組を作ったわけですね。へえ、こんなのまとめてる暇あるんだったら取材すればいいのに、もう撮影すればいいのに、そういうんじゃない。でもそれをもとに候補を絞って、で実際会いに行くわけですよね。うん、でそのカフェでいろいろ話しながら、なるみさんはどんなうんこ漏らしが好きですかとか、そう深掘りされるんですよね。こういううんこはいいですねと、うんこ漏らしエピソードを収集するためにどんなことをされてますかみたいな、なんか面談みたいな、ずっとうんこなしてんすよいい大人が4人で、はい、でじゃあありがとうございましたって1時間ぐらい話して、じゃあもし出演決まったらご連絡しますよみたいな感じだったんですけど、でこの間メール来て、打ち合わせの結果、なるみさんそこまでアウトではないみたいな、なので今回見送らせていただきますね。これでも全然普通の人ってことですね。はいはい、アウトデラックス出る人っていうのは相当やばいやつみたいですね。うーん、それはテレビの番組、テレビ番組で、あのフジテレビですね。ああ、かつてありましたね。今もありますね。そっか、はい、毎週木曜日、はい、23時から23時40分、40分ぐらいやってるんですね。うーん、で、あのマツコさんが、まあその普通の人、普通のやばい趣味持つ人をゲストに話すらしいですけどね。でその時聞いたんですけど、マツコデラックスさんもうんこ漏らす話がめちゃめちゃ好きらしいんですよ。へえ、だからぜひ番組見てねって言われました。けどあの番組では使われないけど、そうですね、僕は出ないですけど、うんこの話をそんなにするらしいですよ。へえ、うん、面白い、うん、そういうのってメールで来るんですね。メールで来るんですね。うん、どこで、あ、ま、ツイッターアカウントにメールアドレスが載ってるからかな。うん、うん、へえ、どうやってそれ見つけてくる、どうやってこの今じゃあリスナーの方々がもしかしたらテレビに出たいとか、うん、なんかちょっと有名になりたいって人もいるかもしれない、うん、どうやって探すんですかね。どうしたらこのテレビの人たちのお眼鏡にかなうんですか。この方たちは最初のきっかけは何なんですかね。ね、どっか、例えば、うん、やっぱみんな SNS とか常習してると思うんですけど、それたまたま流れてくるとか、検索したら、まあ、たどり着いたとか、そういうとこじゃないですかね。まあなのでなんかネット上に情報が置いてないと今ってなかなか見つけられないのかもしれないですね。うんうん、そうですね。例えばドローンの法律を作ってやばい男がいるらしいっていうのは、うん、今なんとなく夏目さんたどり着く気がするんですよね。うん、そういうのを作っておけんじゃないですか。うん、そうか。いやー、でも僕もなんか、僕人がいない方に行こうとしちゃうんでなんかあのそういうのあるとなるべく自分の情報をウェブに置かないようにしようかなと思っちゃいます。はいはいはい、昔は誰も置いてなかったから置いとこうと思って。なるほどね。そうか、じゃああれかな、その何でも載せればいいわけじゃなく、ウェブ上に。まあそうでしょうね。うん、このちょっとエッチーな、まあ、好きなことは好きっていうのが大事と思います。あ、いいですね。綺麗にまとめると、うんうん、まあ、僕はうんこの話を聞くのが好きなので、ぜひあのお便りでも募集してますので、ぜひ最近漏らしたっていう人がいましたらぜひお寄せください。